皆さんこんにちは。さあ今日は僕はね札幌駅に来ていましてね、ちょうど用事を終えてこれからホテルに戻るところなんですけど、これ後ろどうです、これ見えますか。すごいね綺麗なイルミネーションがねされていて、いやすごい、なんか駅前がねこんなピッカピカにねあるとは思わなかったですね。でしかもねここさらに後ろこっちの方を見るかな、はい、なんかね LED のなんかこう電飾とかで画面がいっぱい、ね、出ててすごいことになってますね。ちょっとねこの辺ぐるっとね、なんか回って撮ってみましょうか。さあということでね、あっさりとではありますがね、ちょっとこの駅前のイルミネーションをねざっと、撮ってみましたがね、どうだったでしょうか。いやさすが札幌はねこう街全体が明るくてね、こういった多分オゾンポケットのねこのちっちゃいセンサーとレンズで撮ってもねそれなりにね明るく撮れてたんじゃないかと思います。でもうねこの後ろのなんていうんですか、液晶じゃないけどなんか LED のねこのパネルとかもおしゃれですしね、うん、ここでこう道行く人がねたくさん動画撮ったりとか写真撮ったりね楽しんでいました。これいつまでやってるかちょっとわからないんですけどもね、ぜひ皆さんもねもう札幌駅とかで来た際にはここちょっとね駅前立ち寄ってみるといいかもしれません。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様の何かの参考になれれば幸いです。でここもですねこんな感じで北海道のね面白いところとか、どんどん映像を撮っていきますのでチャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。